大人の世界にようこそ。はい、本日はね、キサラギ賞の予想の方をしてまいりたいと思います。まずはね、傾向なんですけれども、例年少ない頭数で行われているレースですけれども、意外と6番人気から8番人気ぐらいの馬の勝利もあったりして波乱含みとなっております。まあ、1番人気も馬券圏内に絡むことが多いレースではあるんですけれども、特に注意したいのが人気になった時の新馬戦勝ちの馬ですね。そういう馬のちょっと過剰人気には、注意していきたいと思います。今回もね、新馬戦勝ったばかりの馬っていうのも、なんとかいますんで、その辺の選択を誤らないようにしたいと思います。じゃあまず、キステル馬ですけども、キステル馬の中でね、ウエナオンダ、一応これがですね、想定人気で3番人気になってるんですけど、そんなに人気になるかなと思うんですけども、まあ、確かにね、セレクトセールで1億いくらの、超有料版になってるんですけど、まあ、現段階ではまだね、ちょっと幼さが残るような、まあ、オープンクラスで3着来てるんで、まあ、オープンでの通用する力はあるかとは思うんですけども、まだちょっと3着がまあやっとじゃないかなというか、ということでね、今回はね、見送りとしたいと思います。そもそもこんな人気になると思ってなかったんで、私も深くはちょっと考えてなかったんですけども、そしてね、まあ、この、まあ、これだとこのままだと3頭だけなんで、もう1頭ぐらい消したいなと思って、シバースですね。メジャーリーガーの佐々木投手がね、馬主の馬なんですけども、ウニテンテンのね、この馬ね、母親ビブロスということでね、まあ、両血馬ではあるんですけども、まだデビュー勝ちで、まだ何とも言えない、それこそさっき言ったね、過剰人気になりがちなデビュー戦勝ちの馬です。新馬戦から来た馬っていうのは1-1-0-11っていうことで、確かに勝ったりレーンに絡んでる馬もいるんですけども、ちょっと信頼は置けないなということで、しかも父親がですね、モーリースっていうことで、まだこれから成長していく馬じゃないかなと思いまして、見送りたいと思います。思い切ってというわけでですね、12頭中、まあ、8頭が残った形になったんですけども、まだまだ結構いますけども、じゃあ上から順にですね、寸評の方を行っていきたいと思います。インザモーメント、前走はね、ホープフルステックス、大敗しましたけれども、デビュー勝ちと同じね、京都1800ということで見直してみたいと思います。さらに京都で好成績を収めている鮫島騎手に変わるということで、その辺もプラスじゃないかなと思いまして、意外と10番人気ということでね、人気ないなと思ったんですけど、まあ、この馬をちょっと抑えたいと思います。ベロキラプトル、この馬も同じくね、ホープフルステークスからの参戦ってことになりますけども、G1 大敗からの参戦で2走前ですね、重賞連帯もしくはオープン勝ちの実績がある馬が過去の構想の傾向にピタリと当てはまるということで、まさにベロキラプトルがね、そのパターンになってるんですよね。しかもこのまま逃げていくと思うんですけど、今回逃げ馬不在となってますんで、まあ、かなり展開も味方してくれるんじゃないかなということで、楽に行かせてもらえるんじゃないかなということで、今乗れてる西村敦也騎手、1月で10勝を挙げてますから、120勝ペースでね、非常に乗れてるジョッキーなんで、ベロキラプトル本命にしたいと思います。現在7番人気となってますけども、果たしてウォーターリヒト、前走を追い込んだ競馬しましたけども、まあ前に行く競馬もできますし、器用なところがあります。何よりまあ経験が浅い馬の中で5000のキャリアがあるということで、その辺もレース慣れしてるところがあるんじゃないかなということで、意外とこういう馬が2着3着とか馬券に絡むんじゃないかなということで、この馬を抑えたいと思います。ジャスティン・アース、まあ、この馬厩舎期待の馬ということでね、前走と全く同舞台ということで、しかもそのレース解消してます。金銭過程もいいですね。ただ前走未勝利戦だったんですけども、未勝利からの参戦でここ10年レンガレミがないんですよね。ということで来ても3着までかなというふうに思っております。現在5番人気想定となってますけど、このままも抑えとしたいと思います。ラムラエイハブ、前走2走前と大外からの、まあ、難しい競馬になってしまいまして、それでも大きく負けてないんですよね。だから力は間違いなくあると思います。さらに前走を抑える競馬を経験したってことも大きいですね。というわけでね、この馬ね、黒三角としたいと思います。はい、3番手評価としたいと思います。ビザンチンドリーム、前走新馬戦だったんですけど、まあ、圧巻の勝利でした。
やっぱりただし、でもやっぱりこのレース新馬戦からの傾向が先ほど言った通り良くないということで、しかも2番人気に抑えてるんで、こういう馬こそちょっとね注意したいと思うんですよね。確かに圧巻の勝利だったんですけども、何しろ一戦一勝でね、その馬が強いかどうかなんか判断つきませんから、これはちょっと過剰人気のパターンに当てはまるんじゃないかなと思って、ただわからないでちょっと抑えで、いきたいと思います。ファーベント、前走はね結局前行った3頭で 1,2,3 着決まっているような結果になりまして、まあ、この馬3着だったんですけども、結果的に位置取りの差が出た格好になりました。この馬、まあ、この時期の関西馬にしては操縦性が高いということでね、まあ、若駒にありがちな木村なところも少なそうだなということで、この馬は私ね対抗にしたいと思います。川田ジョッキーが乗るって知る前からね、この馬ちょっとね、気になったんですけど、川田さんが乗るんならね、まあさらにプラスじゃないかなと思います。ネガーロ・デルシエロ、まあ、距離はねこのくらいの中距離ぐらいが良さそうな馬でありますね。ただまだね子どっぽさが残るところがありまして、まあ、当てにしづらいところがあります。まあ、走るか走らないかはその日にならないとわからないようなタイプなんで、この馬を抑えにしたいと思います。はい、そんな形になりましたね。それで買い方なんですけれども、この想定人気っていうのがねあんまり当てにならないなというふうにね、何レースか動画上げてて思いましたんで、一応ですねこのベロキレプトルの20マルからファーベント、この 2頭から3連複流しで、まあ、行きたいと思いますけども、わからないですそれは買い方は。ベロキラプトルもちょっとね、果たしてっていうちょっとまだね私もね半信半疑なところがありますんで、ベロキラプトル、ファーベント、ファーベント名村、結局ファーベント本命じゃねえかって話ですけど、ファーベント名村エイハブ、これの2トン流しがいいかな。6点の12点がいいってことになりますか。12点か。でもファーベントが絡むとポッツ下がるかな。まあその辺はちょっとね前日のオッズなどをちょっと考えつつ見てみたいと思いますけども、一応はこういう私の結論に至りました。というわけで以上、キサラギ賞の予想となりました。はい、一応ね東京新聞杯の予想の方もしたんですけど、まあ、こっちのレースが非常に難解でしてね、さっきのキサラギ賞の5倍ぐらい時間をかけて考えたんですけど、それでも結論が出なくてですね、今回は大きくは買わないことにしました。ということで一応結論だけを言っときますと、このチェックの中の馬から多分軸が生まれるんじゃないかなと思うんですけど、それすらも絞り込めなくてですね、まあその中でこれかなと思ったのがコナコースト、それでもねちょっとなんですけどね、そんな馬ばっかりなんですよね、軸にしづらい馬ばっかりというか、コナコーストなんですけども、まあ、実績的にというか、まあ一番安心して買えそうなのがマスクドディーバ、やっぱりね、ただこっち一番人気なんですよね。そういうこともありまして、一応20マル2つつけときますけど、マスクドディーバ、コナコースト、そして3番で評価でトゥードジボン、かなという私の予想です。まあ、詳しくは説明しませんけども、まあ、コナコーストは、まあ、桜花賞2着という実績もありますし、まあ、北さんブラックということで、コバになってからの成長も期待できるという、まあ、期待値も込めての、対抗評価にしました。あとですね、まあ、気になるところでは、ルメールさんのウンブライル、この馬なんですけどね、まあ、いくらルメールさんとはいえね、NHK マイルカップ2着からということで、そしていきなりのコバとの対戦ということでね、しかも骨折明けということで間隔がかなり空いたということで、 G1 2着ということでね、おそらくこの春の目標はビクトリアマイル安田記念っていう形になると思うんで、賞金的にはもう出れるんですよね。だから多分ここは無理しないんじゃないかなと思って、骨折休養明けということもあって、そういう理由ですね。あとまあ人気どころだとジャスティンカフェ、まあ、この馬もね実績的には十分かなとは思うんですけれども、昨年が4着、しかも今年はですね昨年よりも筋量が1キロ増えてしまって、ただ年は6歳になる、まあ、ピークはまあちょっと過ぎたと
言ってもいいんじゃないでしょうか、うん、そこで58キロというのはちょっとねきついんではないかなというふうな判断をしまして、まあ、あえて重い印は打ちませんでした、うん、一応こういう形で買いたいと思います。マスクド・ディーバ、コーナーコースト、トゥード・ジボン、うん、そんな形です。東京新聞杯をだからねさらっと、うん、そこまで大きな勝負をしないということで、はい、それでは、次回もよろしくお願いします。さよなら。